やばい、だいぶ素材がないけど、バナナ、ジンジャー、レモン、人参、今日ちょっとこれ入れてみて、トマト、パセリ、ケール。では本日も野菜ジュース。やばい、なんかだんだん色が薄い。やっぱビーツが求められます。ということで今日もいただきます。やっぱうまい。このついに見つけた、GoPro を足首マウントするために必要なパーツ。これで時間かかったけど、足首マウントできそう。よし、こんな感じだな。この足首、手首マウント用の、これに、さっきのネジつけて、ジーンつけて、これを、この感じでつけんじゃないかな。ちょっと、わかりにくいけど。さあ、見てこれ、こんな感じ。こんな感じで、さらに、ここにもマウントして、やるっていうね。どうなるでしょうか。このニカメ状態、このニカメ状態ちゃんと映ってんのかな。なんかこれすげえ安定してる気がする。いける気がする。これなら超安定した低空映像撮れてんじゃない。あと録画ボタン押し忘れてるとかさえしなければ完璧なんだけど、すげえやってそうで怖い。今更確認ができない。この足元映像をねずっと撮りたかったんだけど、なかなかうまくやるのができなくて苦労しましたよ。この間ハワイに行った時に見つけた足首にマウントする GoPro のキットを使ってようやく今実現してます。それにジーンのライダー M 乗っけてますけどね。いや、これすごいっしょ。もう今これカメラ LX100 で撮ってて、 GoPro つけて足元にさらに GoPro っていうカメラをまとう男みたいになってますけど、これうまく撮れてるかどうかが一番心配だけど、すっごい見られてる。 LX100 で手の上に乗っけてるけど、どうなんだろう。これブーステッドボードの上だったら結構ジンバルほどではないけど安定動画になるかな。でもやっぱ手ブレしてるかな。ここはクレーン M が必要でしたね。もし安定ブーステッドボード映像を出したいならちょっと厳しいね。でもこのゴールデンゲートじゃないや、ベイブリッジ、このベイブリッジはねぜひ、高画質でお見せしたかったんで、今日は LX100 も使って、車載動画撮ってますけど、ルートどうしようかな。昨日のルート悪くなかったよね。この目の前分かります？ここに Firefox のロゴがあるの。ここがね Firefox のオフィスね。日本はなんかちょっと会社が変わったみたいですけど、ここがメインの開発だと思います。じゃじゃーんと、この Firefox オフィスなんだけど、この塔にね、モニュメントにコントリビュートした人の名前が彫ってあるんですよね。昨日ね、日本人の人も一人見つけた。どこだったっけな、ここに田島さんの名前も、田島さんが見つかりました。さあ、今日ランチどこに行こうかっていうと、ちょっとあんま時間がないんで、いつものとこ、スープじゃない方。ちょ、わかるかな。今日からね、今日ちょっと実験的にこれiPhone6S です。 6S、 それに iOS11 のベータ3入れて、これだけ持ってきた。7プラスをちょっと家に置いてみたけど、
どうなるか。このやばいとこ行ってみようかな。ちょっと気が変わったんで、気が変わってこのやばい方行ってみようかな。ここ前に一回食べに来たことあるんだけど、結構やばかった記憶。ジャンキー感が。すげえ、ここラーメンバーガーとかある。すごい、これコリアンシーフードキムチラーメンだって。これにしてみようかな。あ、ここに書いてあるんだ。これピックアップ、麺の種類とかベジタブルとか自分でピックアップして作るのね、ラーメン。ここに麺の種類とか選べる野菜がある。野菜を茹でてる麺にそのまま投入してます。ちょっとスープもこんな種類がいっぱいあって選べる。ここでスープ選んで、あYeah, what this? Pork. Pork. Come with the egg, onion, soy, sauce, seaweed. Egg. Put everything? Yeah. Okay. Yeah, ここでしかもビーフも頼んで、エッグとかも頼んで。いやー、なんかすごいもん出来上がった。これ結構やばい。できるだけ普通のラーメンになるようにチョイスしてみたつもりだけど、レギュラーヌードルに、もやしとキムチとコーンをトッピングしたはずなんだけど、その上にさ、あ、ここにコーン出てきて、キムチラーメン、豚骨キムチラーメンっぽくしたつもりだけど、パクチーとか海苔とかいろいろ乗っかって、さらにポークもね、チャーシューっていうかなんかポーク。これはどうなんだろう。ちょっとトライしてみます。ちょ、今スープ飲んでみたけど、スープがすでにね、豚骨っつってもジャパニーズ豚骨ではないね。ちょっと麺もね、熱々なんだけど、麺もちょっとコシがね、なんかない。やっぱりこうパクチーとかいろいろ入っちゃったから、もう完全に日本のラーメンの味ではないけど、カスタマイズ性高いから、なんか奇跡起きないかな。ちょっと今度またトライしてみようかな。カスタマイズはちょっと楽しいかな。量がね、量が多すぎて食べきれないけど、これキムチ入った瞬間にめっちゃ辛くなった。でもちょっとカスタマイズ性のポテンシャルはある気がするから、また試してみようかな。結構カスタマイズ性があるので、また気が向いたらトライしてみようかな。いや、でもちょっとね。ということで、またやばい、時間が間に合わないかも。もうなんかこの、もうちょっと時間マネージメントきちんとするためにアプローチが必要かな。さあ、帰りもちゃんと あの足元につけて撮ってますよ。すごいいい色、天気もいいし素晴らしい。いいね、気持ちいいね。ちょっと寒いんだけど、なんか日本は激アツっていう噂は本当なんでしょうか。ちょっとこの涼しさというか寒さに慣れている僕が日本に行って生きていけるのかがすげえ心配。